はい、こんにちは、こんばんは、りょうです。最近登録者数が6000人超えました。本当にありがとうございます。このね、引きこもりからプロボクサーになった時の動画が最近伸びて、登録者がね、少し増えてきました。最近登録してくれた人、もしね、よかったらプロになってからの3年間のまとめの方もあるんで、こちら、ぜひ見てください。そして、今回は試合の、告知動画になります。試合自体は、4月の下旬に決まりまして、で、今、5月下旬、ついにね、発表することができます。日付の方が、2024年の夏ですね、7月21日、日曜日、愛知県刈谷市あいおいホールで、プロ6戦目になります。この興行自体は8回戦の試合がメインで1つ、で、次に6回戦の試合、で、4回戦の試合が6個あって、合計8試合あります。で、自分の試合はおそらく第4試合目になるんじゃないかなと思います。自分はここまでプロ5戦して、スーパーフライからバンタム級でね、試合をやってきたんですけど、初めて、まあ、新人王もフライ級でエントリーして、今回フライ級の初めてのね、フライ級で 50.8kg の試合になります。そしてですね、対戦相手の方が愛知県のね、滝沢ジム所属の村松正美選手、戦績は9戦して5勝 1KO 4敗の、もうすでに4勝以上5勝してるんで、もう B 級昇格の権利を持ってる、選手です。で、この選手は、2024年の4月の試合が6年4ヶ月ぶりとなる、復帰戦、辞めてから間があって最近復帰して、で、初めて KO 勝ちした選手になります。動画もあるんで、よかったらね、見てもらえたらと思うんですけど、で、この日のね、興行、いつもの中日本のボクシングを生配信してくれてる関ちゃんさん&さかなさんチャンネルが、配信ね、あると思うんで、はい。そしてね、現地会場までね、応援に駆けつけてくれる方は、いつものようにボクシングチケット .com さん、.com さんによりチケットを販売しますので、概要欄、そしてコメント欄の固定のね、自分のその販売の URL から購入して、応援に来てくれ、もう来てもらえると、めちゃくちゃね、嬉しいです。はい、ということでね、試合の告知の動画でした。自分は今年フライ級で2024年の新人戦にエントリーしてて、で、10月には中日本対西武日本とのね、対抗戦があるんですけど、で、その前に一戦を挟むということで、今回の試合が、プロ6戦目になります。必ずこの一戦も全力で掴み取る、必ず勝ちますので、応援よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。